はい。そしたら今回、総理の年頭所感、あるいは施政方針の中で、はっきりとカーボンプライシングという言葉が総理自身の口から言われたんで、もうそういう意味では我々それが明示的になったなというふうに思ってます。でもこれ税金の話が含まれますから、これは慎重になおかつ周到に進めていかなきゃいけないんで、みんなの納得を得られるように。自動車大国日本をどうやって堅持するか、あるいはもう一回取り戻すかということについても、やっぱりその原資はどこから来るか、一つには炭素税ですよね。でそういう理解の仕方をしていただけるように、単に税金がということじゃなくて、それは今の産業構造を革命的に変化させていく、そのための原資の一部だと。でこれはカーボンニュートラルになればなくなる税金ですから、カーボンが出なくなれば税金かからない。だから2050年には、ゼロになるかもしれない。我々はそれを目指してやっていくわけですけどね。日本の脱炭素技術をアジアで共有させてもらう。でその中で CO2 が下がれば、そのクレディットをどういうふうにやり取りできるかっていうのが、この間 COP26 で材木が決まったわけですからね。だからそこは連動していきますよね。環境省としてはどのような役割を担って、再エネ電源を 主にして、とにかく原発の依存度を低減するということは、みんな納得していただけるんじゃないのかなというふうに思いますんでね。どっちっていう具合にまだいかないと思うんです。この脱炭素の